はい、メキシコです。おはようございます。ということでね、まあ今日はね、なんとうちの部長が誕生日ということで、まあ誕生日さ、俺は毎年ね、この社員に大体何が欲しいか聞いて、まあ、プレゼントするんだけど、まあうちの部長にね、今年何が欲しいのって聞いたら、特にまあ欲しいもんがないとっていうことだったから、まあどうしようかなって思って、そうだなって、せっかくだから、まあ旅行とかね、そういうなんか経験になるようなことをプレゼントしてあげようと思って、今日はうちの部長をね、福岡に来るかも。部長です。はじめまして、部長です。で今がね、午後2時、まあ、仕事終わりに直接そのまま飛行機乗ってきたんで、まあ、ちょっとね、まずとりあえず仮眠したいと思います。街に出る前に、まあ今日はね、誕生日だから、まあ、この贅沢なね、一日をなんかプレゼントしたいなと思って、まあ、ようやくここなんてのお寿司屋さんとかも撮ってるから、まあ、行きましょうと。まあ、ちょっとその前にちょっと待ってちょうどホテルのフロントでケーキ売ったから、はい、あ、ホテル、そう、すごい、一世初出演じゃない？そうですね、お話は多分1回していただいてたんですけど、こいつね、面白いから整形したりするんだよね、いきなりね、サプライズで目二重にしてきた、なんか俺を笑わせたくてみたいな、入れ墨も勝手に入れてきたから、この人俺に何も言えずに、ここ、まあ、数字33番なんですけど、まあ、会社のラッキーナンバーで、そ う, そ う, そ う, うちのね、はい、ここが母親の名前で、順番に兄貴の名前、妹の名前、地元の子の名前があって、社員の一人の名前があって、最後にまあ社長の名前があるんですけど、これ時計回りにまあ親から生まれて、まあ、最後社長で人生がしっかり終わるように、そういう気持ちを込めて一周してます、時計回りで。まさに反社の考え方そう、知らなくて、社員旅行の時にもう飯食ってたんだっけ。あ、そうです、そうです。で目の前に一星が座って「ちょっと入れ墨増えてない？」っつって「いや実はこういう意味があって」みたいな言ってたね。ずっと隠してたんだっけ、マフラーで。隠してました。この人絶対普通の仕事できないよ誰かこんな人でも雇いたいって人がいたらぜひでもさ、サプライズの方がいいよね。サプライズで持ってくるから、はい、どうびっくりすればいいですか。うん、どうびっくりすればいいですか。いや、座って普通にどうびっくりするのはないよ伊勢、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとうございます。いいですか、消して。うん、はい、26歳誕生日おめでとうね。ありがとうございます。消して、これ買ってきたんだから。ありがとうございます。はい、てな感じでね、スタートしました坂西君の誕生日一泊二日のもう超贅沢旅、これからお届けしたいと思います。まずはとりあえずね、このベッドで一回仮眠して、まあ俺は部屋別なんで、まあ、とりあえず寝て、はい、一回ちょっと仮眠取ろう。わかりました。仕事後だからね。はい。あ、で、そうだ、あなたにはこれを預けたいと思います。魔法のカードをね、預けたいと思います。えっ、これまあなんか必要なものがあったりしたらそれで切ってください、今日は一日。飲料水とか持ってますか。飲料水、飲み物とか持ってますか。あ、コンビニとかでも全部、何でも。ありがとうございます。はい、はい、ということで、ここ福岡のね、寿司からしまさん、ここ、予約本なんて。寝れた？寝れた？はい、どうですか。はい、5分前まで鍵が開かなくて、しかも現金のみの対応。うまかったの寿司。うまかったです。いや俺ね、今までいろんなお寿司屋さん食べてきたけど、今日行ったお店はかなり抜群にうまかったね。すげえ好きな感じだった。おかわりしちゃったもん。うまかったっちゃろ。うまかったっちゃろ次は何したいんじゃ。次はご飯食べたじゃんか。お酒が飲みたいです。キャバクラ。はい、じゃあキャバクラ行こうか。はい、じゃあどこ行こうか。おすすめ。おすすめです。この中洲でスナックやってる子、家族でね。はい、なんだっけお店の名前。ナナミプラスです。ナナミプラス、はい、今日やってないでしょ。今日はやってないです。エンリケのシャンパンバーの招待企画で当選して福岡から来た子の、そう DM くれて、中洲の夜のお店を案内させてくださいって言ってくれて今合流したの。でさっき一軒行ってきたんね。はい、変な店だったな一世どうだった、楽しかった。僕1回転目の子が可愛かったです。1回転目、うわ見てね。なんでそれ言わないお前。いやなんかちょっと指名したいなと思ったんですけど。さ、俺この子タイプですみたいに言ってよ。あ、わかりました、言います。はい、可愛かったな。はい、可愛かったです。持ち帰るんだろうどうせ今日。いや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 
持ち帰るって言ってたじゃん。やめてくださいって。全カットする。こいつ、持ち帰るって言ってたから、女の子、福岡の。な、全カットです、これ。持ち帰るって言ってたじゃん。だからホテル別、部屋別にしてくださいって言ってたじゃん。うん、顔がでかい子。顔がでかい。結構 いつも顔がでかい子がおなんかに本当にやばいハマってるイメージがあるんで。TikTok もインスタも上げさせて。ありがとうございます。え、待って、もう検索したい。検索したい。すいません、嬉しいです。あるです。教えて。え、これ何、山下くんが、あ、お誕生日ということ。だってお前ねえ、昨年お世話だったんです。俺にね、はい、そう、もう一回言って。昨年お世話だったんです。すいません、伊勢さん、お誕生日おめでとうございます。すいません、失礼します。イエーイ、ありがとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう、坂西くん、ありがとうございます。26歳、よかったね。山下くん、ありがとう、本当に。いやいやいや、ごちそうさまでございます。なんと男気があるんでしょうか。お誕生日おめでとうございます。おめでとう、してよかったね。ありがとうございます、本当に。よいしょ、ありがとうございます。いや、もう至りに尽くせりと、もうあの福岡のおもてなしを受けております。ね、素晴らしいよね。こんななんか優しい方たちだとは。そう、だからいいんだよ、福岡は、ね、ご飯美味しくてさ、人もいいからね。もう、伊勢さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。何件目だっけ。3件目です、はい、ということで3件目にやってまいりました。テレビいただいてました。普通に誕生日プレゼントあげた方が安上がりだった。おめでとうございます。乾杯。おめでとうございます。開けて、開けて。開けて。すごい。ね、サプライズでございます。すごいサプライズじゃん。お前幸せ者だな、今日なんか祝ってもらって。幸せ者です。失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。坂西一世だってかっこいい。はい、ちゃんと。ハッピーバースデー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。伊勢さん、誕生日です。ハッピーバースデー。イエーイ、おめでとうございます。伊勢さん、ハッピーバースデー。ありがとうございます。はい、椅子開けちゃって。あ、竹下くん。おめでとう。はい、ということでね、もう今深夜の3時だよ、3時。相当飲んだ？相当飲みましたね。なんかね、何軒ぐらい行ったんだもんね。4軒ぐらい行きましたね。お寿司食べて、はい、キャバクラ2軒行って、はい、クラブ行って、はい、キャバクラ1軒行ったんか、はい、全部でご飯から5軒だね、はい、で、なんかね、すげえ優しかったな、みんな。優しかったっすね。なんかバースデープレート出してくれたりとか、なんかシャンパンとかね、サービスで出してくれたりとかしてね。で、最後、そう、全部キャバクラ行き終わってお腹減ったなと思ってご飯屋さん行ったらね、その一緒にご飯屋さん行った人がね、なんとお会計を全部済ませてくれてたっていう。すごいね。で、俺バカバカ頼みすぎちゃってたからさ、超失礼だったよ。ということで、まあごちそうになりました。ということで、はい、坂西くん、何歳だったんだっけ。26歳になりました、まあ、改めておめでとうございますということで。ありがとうございます。26歳の誕生日プレゼントは今年は、まあ、福岡の、はい、旅行でした。はい、はい、なんか一言ください。来年も福岡でお願いします。来年、いや、はい、普通にプレゼント渡す。あのね、旅行の方が全然高かった。そうですね、俺今日多分60万ぐらい使ってるから、ね、60万ぐらい使ってますね。普通にプレゼント5万ぐらいのプレゼントは来年は買いたいと思います。ということでね、あの、はい、皆さんぜひ、あの、まあ、こんな愉快な会社ですからね、はい、働きたいって人とかぜひ来てください、はい、ということで、まあ、チャンネル登録と SNS のフォロー、高評価の方よろしくお願いします。ということで、はい、終わりにしましょう。せーの、バイバイ。何を美味しいラーメンがあったんで、社長に紹介しようと思ってラーメンの動画を動画を撮ろうとしてくれたんだ。すごい太ってたんでしょ、そのラーメン、ラーメン自体は。ラーメン不面でしたね、かなり。かなり80キロぐらい、女性にしたら80キロぐらいある太麺だったらしいじゃん。粉落としみたいな。だいぶそれ固めだね。もうちょっと茹でてほしいよね。